皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりましたトッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は南アフリカが大迷惑しております。ブリックス首脳会合の内幕です。では参ります。いよいよ1ヶ月後ぐらいに迫ってきましたね。8月の22日に予定されているブリックスの首脳会合、南アフリカで開かれますけれども、どうやらこれ対面で開かれるということなんですが、となるとプーチン容疑者が南アフリカに行った時に逮捕されるのかどうなのかというところが焦点になってきます。ここで大迷惑しているのは実は南アフリカだという内幕の話をしたいと思います。まず本編に行く前にちょっと紹介したい動画が1個あります。それこちらなんですけれども、 YouTube の、国際政治チャンネルというチャンネルで公開されている動画になります。小泉雄先生と高橋杉雄先生がですね、まあこうやって出ている動画なんですけれども、朝日新聞の記事への反論動画ということで、もっと長い動画のダイジェスト版みたいな感じで放送されてますね。ぜひ見ていただきたいのは4分半から5分過ぎぐらいまでの50秒ぐらいの部分ということになるんですけれども、この動画の中で何の反論をしているかというと、朝日新聞のこちらの記事ですね。市民感覚なき安保専門家が対話を閉ざすということで、まあ正論を振りかざしてきて、専門家がですね、まあ何ですかね、こうガンガン言ってくると対話できなくなっちゃうよっていう、そういう記事でございます。これに反論してるんですけれども、ちなみにこの記事の中で使われているのは、三巻先生という国際政治学者の女性の先生ですけれども、三巻先生はそんなこと一言も言ってませんからね。うん。まるで学者がそういうことを言っているかのような偽記事です。プロパガンダ記事。まあ、未だに朝日新聞やっぱりこういうことやってんだなっていう、そういう話になりますけれども、これに対して反論している動画になります。ただしですね、一応一般市民から言わせてもらいますと、市民感覚なきっていうところはですね、ある程度妥当性があります。どういうことかというと、変わった人が多いっていうことですね。うん。攻撃的か否かとかっていう話じゃなくて、変わった人が多いのは事実だと思います。なぜかというと、まあ学問というのは狭い範囲をとにかくブワーって深く掘っていくものなんですよ。私が、大学院の時に、授業は取っていなかったんですけども、ちょっと変わった先生がいらっしゃって、学生運動とかバリバリやっていたようなもう左の先生なんですよ。ど左の先生。ただし、ものすごいいい方ですよ。未熟な学生を頭ごなしに否定するっていうことは、もう全くない先生です。必ず耳を傾けてくれるような先生で、学生からの評判はものすごい良かった。その先生を知ってる学生はね、良かったという先生がいるんですが、その先生の研究分野って何かというと、フランス革命なんですよ。でも、フランス革命の、いわゆる公式文献ではなくて、フランス革命時に一般市民の人たちがどういう情報を伝達して、それがどうやって市民運動にまで行ったのかっていう、市民レベルの情報というのを現地に行きながら採取をするっていう研究をしてましたね。こういうニッチなことを掘り下げていくのが学問なんですね。なので、その先生の専門分野に関して事実関係を一般人とかジャーナリストがそれ以上に知るっていうことは至難の業ということになります。その上で事実関係を元にしないと議論にならないよねって言ったら、もう学者先生とは議論できなくなってしまうわけですね。うん。もう、ははーって言って、もう、拝聴する以外になくなってしまうっていうことになってしまうので、確かにですね、あまりその知識をバーって出されて、勝負を仕掛けられてしまうとどうしようもないよねって部分はあるかなとは思います。しかし、その学者先生の皆さんのこの絶え間ない研究というのは本当に活用意義がありまして、どういう形で活用するかというと、要するに最終的に添削ができるんですよ。うん。答え合わせができるっていうことですね。逆に言うと、学者の先生というのは予測を言うことが事実に基づいて発言するので、予測をなかなか言いづらいっていうのが、まあ、職業上あります。なので、そうかもしれないっていう情報にはあまり触れないわけですよね。そういうところが我々がいろんな情報を得る上での強みになります。で、最終的に学者先生ので答え合わせさせてもらえるんだから、非常に有益だということになります。たまたまですね、ぴったりなツイートを鶴岡先生が出してくれておりましたので、これも紹介しておきます。で、この二つは概要欄に貼っておきますね。東京新聞が社説でとんでもない社説を出してきたんですね。NATO 拡大、軍事対立激化避けねばっていうので、もう間違いだらけの社説を出しました。本当に恥ずかしいなっていうですね。うん、すぐに削除して、謝罪記事出した方がいいぐらいの間違いだらけの記事です。で、これをですね、赤ペンを先生が入れてくれておりますね。どういう形でメディアというのが事実をねじ曲げているかというのが一目瞭然です。
こういう活用の仕方ができるので本当にありがたいな、つまり我々の使い方次第だという、そういうお話でございます。はい、では本編に行きたいと思います。まず本編ですね、呼び水でお借りするのは平野さんですね、よろしくお願いします。ウクルインホルムのジャーナリストの方でございますね。日本人でございますが、いつもね、ウクルインホルムの情報を大変活用させてもらってますし、平野さんのツイート情報も活用させてもらってますけれども、今回はですね、ちょっと一般市民ながらちょっとマウントを取らせていただくという恐縮でございますが、よろしくお願いします。ラマポーザ南アフリカ大統領、プーチンも参加する形で、来月ブリックス首脳会議をオフラインで開催すると発言。南アフリカのアイウィットニュース報道ということでございます。どうやらオフラインなので対面方式でやるよっていうことをラマポーザ大統領が言いました。で、プーチンさんもプーチン容疑者も参加する形で対面でやる。これ逮捕どうなんのよっていうね、逮捕されるのかどうなのかっていうのが大変気になるところなんですけれども、ちょっと大元のそのアイウィットニュースっていうところに行ってみたいと思います。こちらでございますね、アイウィットニュース。ブリックスサミット5カ国の首脳全員が直接出席ということで、これ南アフリカのメディアになりますね。で、この記事を読むとわかるんですけれども、ラマポーザ大統領はプーチン容疑者が直接出席するとは言ってないんですよ。うん。ただし、対面、オフラインの対面形式でやるっていうことはラマポーザ大統領が言ってます。つまり、ラマポーザ大統領が言ったのは対面でやるっていうことだけなんですね。プーチン容疑者が出席するっていうことを言ってる人は別の人になります。ちょっとね、翻訳によって iPhone で翻訳するかパソコンで翻訳するか Windows によって出てくる名前が違うので、正確な名前がわかりませんけれども、まあ仮にで言っておきましょう。スタブロフ・ニコラウさんという方、南アフリカの方なんですが、この方はブリックスビジネス評議会、もしくはブリックスビジネス協議会と呼ばれる南アフリカにある評議会の会長さんだそうです。各国にあります。ブリックス加盟国各国にこの評議会があるんですけれども、南アフリカにあるブリックスビジネス評議会の会長さんの方、この人が言ってるんですね。うん。では、ブリックスビジネス評議会ってどういう組織なんだっていう話なんですけれども、2013年4月のジェトロの記事に行きましょう。投資促進に向けたビジネス協議会創設を評価ということで、この時に創設されてるんですよ。で、記事の中を見てみると、第5回ブリックス首脳会議では、ロシアが提案したブリックスビジネス協議会の創設って書いてありますね。ロシアの提案によって作られた評議会の南アフリカの会長さんがプーチンさん側に立って発言しているっていう、そういう話になります。では、その内幕、南アフリカの政府はどう考えているのかっていうことなんですけれども、モスクワタイムズから行きましょう。モスクワはプーチン大統領をブリックス首脳会議に派遣しないようアフリカの要請を拒否ということですね。うん。南アフリカはプーチンさん来ないでって要請したけれども、モスクワ側、つまりロシア側が拒否してますっていうこれ記事なんですよ。アフリカ、南アフリカ来ないで来ないでって言ってる。でもロシアは行く行くって、いや行くって言ってるっていう記事なんです。で、しかし、モスクワタイムズというのは、まあ独立系メディアで反体制メディアですよね。うん。なので、偽情報の可能性もあるんですけれども、このモスクワタイムズの記事には元ネタというのがあります。その元ネタは何かというと、こちらでございますね。メール&ガーディアンという南アフリカのメディアになりますね。うん。で、このメディアの中で言われているのは、このメディアが、マシャティル副大統領、南アフリカの副大統領にインタビューをしてるんですね。そのインタビュー内容がこの記事の中に書いてあります。で、5月に南アフリカの、外務大臣に相当する国際関係協力大臣の方と、ロシアのラブロフさんが直接話をしていて、6月のね、1日からブリックスの外相会合があったので、その前の話だと思いますけれども、その時に、プーチン容疑者に来ないでほしいと。プーチン容疑者だけバーチャルで参加できないかってロシア側に打診をしたそうです。そしたらラブロフさんに、いや、行きたいから、プーチンは行くんだって言って拒否された。5月の段階でも来ないでって南アフリカは言ってるんですよ。
で、拒否された。で、その後も多分南アフリカは粘り強くプーチン容疑者来ないでって言ってるんだけれども、ずーっとロシア側が、いや行きたいって言って、南アフリカが来ないでっていうのを拒否し続けてるっていう、そういう話なんですね。で、そんな中、南アフリカのラマポーザ大統領は対面にはこだわってる。対面方式でやるっていうことにはこだわっていて、対面でやるっていうことは一応決定してしまっているということですね。なので、南アフリカの今、なんですかね。まあ、大統領府もそうですけれども、政府内というのは大混乱。めちゃめちゃ迷惑を被っているロシアのせいでっていう。これが内幕ということになります。ちなみにですね、このブリックスの話が出たので、ついでに少しお話をしていきたいものが1個ありますね。こちらでございますけれども、またこういう話が出てきてるんだけど、ロシアが目論む金本位制の復活、ブリックス共通通貨は本当に米ドル支配を終わらせられるのかということで、金に裏付けられたブリックスの共通通貨を作りたいということをロシアがブリックスに提案してるみたいです。またバカなことをやっているんですけども、完全にシカトしていただいて構わないです。以前この動画でも金本位制がなんでなくなったのかっていう解説動画を出してますけれども、まあ簡単に言うと金の量によって刷れる紙幣が決まるので、経済が発展していかなくなるわけですよ。だからやめましょって話になったっていう、それだけの話です。さらに言うと、グローバルサウスと言われるこれらの国々はこれから経済発展をしていくので、これから通貨の量が増えます。その時に金に縛られてしまったら、経済発展できなくなるので、ロシア一体何言ってんだよの反応で終わるはずですね。で、ちなみにロシアがこういうことを言い出すのは初めてではなくて、以前にもですね、仮想通貨、共通の仮想通貨を使ってドル覇権を終わらせようみたいなことを以前も提案してました。で、これ立ち消えになってますけれども、これと同じ類です。うん。なので完全にシカトしてもらって構わないです。それでももしロシアのこの提案が一部形になるんであれば考えられるのは、例えば石油とか天然ガスとかエネルギーの取引だけを、この、金に裏付けられた共通か通貨で、やろうじゃないかっていう意見がもしかしたらまとないと思いますけども、通るかもしれません。しかしそれで言っても仕方していただいて構わないです。うん。それがアメリカのドル支配を脅かすなんてことは全くないです。わかりやすく言うと、例えば我々は日本で生活しているので、日本円の紙幣を使ってますよね。ところがとあるチェーン店は、そのチェーン店だけで使える、まあ、なんですかね、商品券みたいな、うん、その店だけで使える通貨みたいなのを出したとするじゃないですか。それが、ヘイソ使っている日本円の通貨の取って変わるかって言ったら絶対取って変わりませんよね。そういうニッチな話です。うん。なので、完全に仕方をしてもらって構わないということですね。未だにこんなこと言ってるのかということで、ちょっとびっくりしてしまったという話でございます。はい、まあ、こういう形でですね、ロシアというのは、味方でもないところを味方のように見せかけていた。南アフリカも自分たちの味方なんだみたいなので、情報戦を仕掛けておりましたけれども、まあ、中を開けてみればこんな感じで揉めていて、しかも一方的に迷惑かけているっていう、そういう話です。実際ロシアの味方というところで考えるとどれぐらいいるのかっていう感じなんですが、まあ、ロシアとの関係で言うと、一応3段階ぐらいに分けて考えればいいかなと思います。ロシアの侵略戦争を直接支援している国、そして間接的に支援はしているけど制裁には加わっていない国、これが一番多いかなと思いますね。で、次には間接的に支援してしまってるけれども制裁している国、これがまあ我々自由主義陣営なんじゃないかなと思います。アメリカの民生品なんかもたくさん実はロシアに流れてしまっておりますので、間接支援はしてしまっているんですね、不本意ながら。でも制裁を課してなんとかそれを止めようとしている国、まあこの3つのグラデーションで考えればいいのかなと思いますが、直接支援をしている国で言うと、多分ベラルーシとイランぐらいしかないんじゃないですかね。うん。中国の民生品がロシアのミサイルに化けてるって言われますけれども、あれもまあ間接支援になってしまうので、直接で言うともう2つぐらいしかないような気がします。その2つしかないイランと、実はどういうことが起こっているかというと、こちらご覧ください。はい。これ、ウクライナのね、英語で言うとオブザーバーっていうメディアになります。ロシア、イランに支払った SU-35 戦闘機50機を1機も引き渡さなかったということで、イランがロシアからこの SU-35 という戦闘機50機を買うということで、2017年までに全てのお金を支払い終わってるそうです。
しかし2023年に引き渡されるっていう約束だったにもかかわらず、もう半年以上過ぎてんのに一機たりとも引き渡されていないということですね。でイラン側からすると多分今年中は無理だろうっていう観測が広がっていて、おロシアいい加減にしろよっていう、そういう話がイランの国内ですでに出てますよっていう、そういう記事でございます。さらにイランとロシアでまだ揉めていることがありまして、イジョーザさんでございますけれども、イランが実効支配しているペルシャ湾の島があるわけですね。で、そこはまあ他の国、例えば UAE とかとどっちがの領土なんだっていう言い争いをしているわけですけれども、ロシアが UAE とですね、国際法に従い平和的解決を求めるという声明を出しました。つまり UAE 側についた声明を出したということで、イランがロシアの大使を呼び出して、いい加減しろということですね。まあ注意をしたみたいな、そういう話でございますね。うん。まあ二つしかないと考えられる直接支援をしているイランとですら実はこういう感じで揉めているということですね。これがロシアの孤立であるということなんですけれども、その程度の関係をさも味方かのように見せかけているのがロシアの作戦ということになりますね。ということになると、本当にベタベタの味方はもしかしたらベラルーシぐらいしかいないのかなという、そういう気がしてしまいます。その上で8月22日、ブリックスの首脳会合開かれますけれども、プーチン容疑者がブリックスに、本当にですね、強引に行ってしまったときに、逮捕されるのかどうなのかというところですね。注目しながら見ていきたいというふうに思います。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。